背景、愛するマモちゃんへ。さっきまで綺麗な夕焼けだったのに、星も瞬き始め、青い月も出ていたのに、今では全部雲が隠してしまっています。本当に今年はいろいろあって、いろいろあって、クリスマスイブだっていうのに、とうとう帰ってこなかったね。それでも私にできることは手紙を出し続けることだけ。今出したんじゃ、着く頃にはクリスマス終わっちゃってるのはわかってるけど。メリークリスマス、マモちゃん。元気してる？お勉強のしすぎで体壊してない？マモちゃんが決めた道、もちろん私も応援してるよ。でもクリスマスパーティーにやっぱりマモちゃんもいてほしい。マモちゃん、会いたいよ。うさぎちゃん、一人でベランダになんか出て、こんな寒い外で何やってるの？みんな…なんでもない、なんでもない。ごめん、戻ってパーティーの続きやな。それ、マモルさんへの手紙だろ？マコちゃん…大丈夫、きっとこれまでのだって全部マモルさんに届いてるよ。うん、絶対絶対届いてるって。そうよ、忙しくて返事は書けないんだろうけど、ちゃんと読んでくれてるわよ。ありがとう、みんな。あ、うさぎちゃん、雪よ。うわー、ほんと綺麗。雪が止めばまた綺麗な星が見えるよ。会えなくて辛い時間もすぐに過ぎてくわ。それに、私たちだっているじゃない。さあ、うさぎちゃん、中へ入りましょう。パーティー再開、盛り上がりましょう。おう。あ、ちょっと待ってて、手紙出してきちゃうね。うん、わかった。行ってらっしゃい、うさぎちゃん。気をつけてね。ケーキ分けるの、待ってるからさ。マモちゃん、どんなに辛いことがあっても、大丈夫。私にはみんながいる。でも、マモちゃんが忙しく亡くなって、こっちに戻ることがあったら、ちゃんと頑張ってる私を、ぎゅって、ぎゅーって、抱きしめて、ね。メリークリスマス、マモちゃん。